はい、こんにちは、ゴスケアです。今日は脱初心者講座みたいなことをちょっと書いてみましょうかね。書いてみようだね。録画してみましょうかね。今日はね、ひしめ打ち、ヨーロッパ目打ち、まあ目打ちですよね。こういうのがありますね。一番最初に買うのって皆さんこういうんだと思うんです。まあ一番安価で売られているものですね。これブログの方にこの辺の違いは今度書いておきます。よくねありがちなの、脱初心者講座ということで、よく見るのが、大概の人右利きですよね。なので右手で合わせます。こうネジネンで線を引きますよね。でここへ、やっぱ普段から右手で物を書いたりなんだりするんで、右手で合わせて、やっぱ左手で打てないので右手で合わせて持ち帰る。あらら。そしてトントンで、この時に抜けないので、また右手でスポンで、また右手で合わせて左手に持ち帰る、トントン。こういうパターンの方多くないですかね。でやっぱり抜けが良くないので、こうこのパターンが多いと思うんです。でそうするとね、やっぱりこれもこう揺れますよね。こうまっすぐまっすぐ毎回毎回っていうのは、まあちょっとね白多くなってるのが分かりますかね。本当はね、好みの形状に研磨とかして、で表面もツルツルにしたりとか、これねちょっとフッ素のスプレーとかしてあるんで、ちょっと抜けがよく滑るようになってるんですけど、慣れてきたら左手で合わせましょう。でトントンで、このまんまこう抜けるようにね、ポンとこのこっち見た方がいいな、トントンで、これがこの薬指で押さえたまんま、これで持ち上げるとポンと抜けるぐらい。とは言っても抜けねえよっていうのもよくあると思うんですけどね。そんな風に表面をきれいにしてあげるといいと思います。でこれなんて4本なんで、刺さりはとってもいいんですけど、これ、ね、数が多くなってくるとね、こういうのとかこういうのとか、これで11本ありますけど、やっぱり刺さるのも時間、同じ力でやったらやっぱり刃が多いんでは刺さらないですよね。でもちゃんと表面をきれいにこう整えてあげてると、持ち上がってこないでポンと抜けますね。まあそういう風にしてあげた方がいいかなと。こう持ち替えてるとね、どうしても時間もかかりますし。で、まあこれはね、ちょっと商品の紹介になっちゃうんですけど、これ見てください。これはアミロークさんとかユーフェンさんのものなんですけど、表面がとっても綺麗に磨き込まれてます。滑りがとってもいいんですね。なので本当にもう軽い力で入っても抵抗なく、下手したらこうさすがにこれだと抜けないかな。でもね、本当にもう軽く押さえるけどスルッと抜けますね。こんな感じです。やっぱこんだけピッチが細かいとね、なんて言うんでしょう、抵抗もありそうですけど、本当すんなりスムーズに抜けます。ということで、こう右手で、あ、これ抜けない、こうできる人はいいですけど、
毎回毎回右手で合わせてこっちへっていうのはやらないでできるようになれましょうっていうのが、今回の初心脱初心者講座でした。それじゃあまた。